大阪になっております。さてです、今回はこのカメラ機能 8K のね、動画撮影機能をチェックしていきたいと思います。撮影してきたサンプルがありますので、私がね撮った映像を皆さんと一緒に見ながらですね、 8K の動画、スマホで撮れるですよ、 8K の動画はどうなっているのか、どんな風に映るのかというのを見ていきましょう。それではサンプルどうぞ。カメラから4歩ぐらい離れた位置から話しています、マイクのテスト中、マイクのテスト中、本日は晴天なり、本日は晴天なり、もう一歩前に、さあテスト中、テスト中、マイクのテスト中、マイクのテスト中、本日は晴天なり、いかがだったでしょう。スマートフォンですよ、ポケットの中に入るスマホですよ。で、あの 8K の映像が撮れるというね、まあもうね、むちゃくちゃかっこいいっすよね。この艶消しの黒の色とか、あのカメラのとこのね、あの金属の感じとか超いいです。もう私多分成人男性としてはあの平均的ぐらいな手のサイズだと思うんですが、握りもね悪くないですしね、あのいいですね。まあちょっとあの金属パーツが多い分重量を感じるかなというところはあるんですが、まあまあ最近のね、あの大きくなってるあのスマホのトレンドの中では全然許容範囲だと思います。あのまあこういう感じのスマホって多分2007年とかそれぐらいから日本に上陸してきてるんですけど、まあ、当時ビデオ撮れなかったですからね。そっからまあわずか13年、まああれですよ、日本風に言うと江戸が一周ちょっとぐらいで 8K が撮れるようになったと。あと、この端末で、写真ですね、あのズームのレンズとかもすごいので写真を撮ったというですねレビューはですね、アップバンク .net の記事に載ってますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。というわけでこの動画が気に入っていただけたらぜひ評価をお願いします。そしてまだの方はですね、チャンネル登録とベルアイコンをタップしての通知のオンをお忘れなく。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。